喋っていいですか。パフォーマンス始めていく前にまずはね、僕たちの名前だけでも覚えて帰っていってやってください。本日は九州は熊本県の方にやってまいりました、不思議と笑いの空間の提供者、何これ劇団と申します。どうぞよろしくお願いいたします。申し訳ございません、今から僕たち2人ここでパフォーマンスやっていく立場なんですよ。皆さんが僕たちの立場になってみてください。今の拍手声援でやる気出ますか。もう一回ね、分かりやすいタイミングでね、きっかけを出します。その際皆様の惜しみの拍手5000円いただければと思っております。改めて参りましょう、不思議と笑いの空間の提供者、何これ劇団と申します。どうぞよろしくお願いいたします。大好きです皆さん、ありがとうございます。はい、でね、今からこちらでパフォーマンスを行っていくわけなんですが、パフォーマンスを始めていくにあたって皆様にご協力、そして並びにお手伝い、一点ずつやってもらいたいことがまずございます。まずご協力なんですが、僕たちがこれから行うパフォーマンス、とってもね、細かい動きの多いパフォーマンスです。せっかくだからね、今日立ち止まってもらったお客様全員に僕たちのやってることを楽しんでいただきたいなと思っています。で、そこで何を協力してもらいたいか、僕たちとしてはですね、こういったスペースって非常にいらないんですよ。ありがとうございます。前の方に詰めていると非常に嬉しいです。でね、よろしければもう影の方で見たいという気持ちはもちろんお客様は分かります。でも僕たち見てください、野ざらしです。もうこの時点でだいぶ汗をかいております。ね、よろしければ近くで見てもらえたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしいですかね。はい、ご協力ありがとうございます。そして最後、お手伝いの部分なんですが、今ね、僕の横にいるこの相方の名前の方がマリオと申します。で、この相方のマリオがパフォーマンスの最中に皆様にね、とっても分かりやすいぐらい拍手を求めるシーンがございます。その際ね、皆様の惜しみの拍手いただければと思っております。皆様のご協力あってこそのパフォーマンスです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。これぐらいね、
ね、分かりやすい感じで皆様に拍手を求めると思いますので、よろしくお願いいたします。で、パフォーマンスの最中、動画並びに写真撮られる方いっぱいいらっしゃると思います。もうそういった方々はどうしてもね、両手の方が塞がってしまいがちになってしまいますので、もうそういった方々はもうせめてね、言葉の方だけでもうわっふーみたいな感じで盛り上がっていただければと思っておりますんでね、ご協力よろしくお願いいたします。はい、長ったらしい話もこれまでにしたいと思います。もう僕たちのやっているパフォーマンス、本当に短い時間です。たった2つです。よろしければ最後までお付き合いください。そしてね、僕たちのやっているパフォーマンス、皆様の心に何か残せるパフォーマンスモットーとしております。よろしければ終わった後、心で何かをね、感じ取っていただけたらと思っております。はい、まただいぶ見てもらえるお客様増えてまいりました。今後ろの方立って見てるお客様、もう立ってもらってて全然構いません。せめて前の方のスペース空いているよれば、明らかに、ね、空いているよれば埋めてもらえると非常にありがたい限りでございます。ありがとうございます。そんなあなたが大好きです。ありがとうございます。はい、それで皆様、メインのパフォーマンスの方へ移らせていただきます。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。